来ました。武蔵野公会堂吉祥寺ジンフェスティバル。個人の方がですね、自分の興味のあることだったりだとか、あとはこう何か表現したいものとか、そういったものをこう、まあ、マガジンの陣なので、書籍にしたりだとか、グッズにしたりとかっていうのをこう、まあ、今回出展さまざまな方がされているというふうに思っています。名前のごとくビールとラベルということで、ビールラベルについて今回出展させてもらっております。で、まあ、ビールのラベルもいろんな種類があったりだとか、まあ、個性があったりするので、その分類した、まあ、マガジンですね、自費出版したものを、まあ、私は今回出品させてもらっています。高架下の写真集、高架下の、そうですね、見るものに、見る場所、高架下によって全然こう表情が違うところが好きだったり、あとはそもそもこう人間が作った大きい構造物みたいなものが好きで、その中の一つとして高架とか高架下が好きです。普段はデザイナーをしていて、その傍らでなんかこの自分の家の植物を使ったシリーズで個人制作みたいなことをやってます。植物だけ使うっていう縛りで、ジンを2冊とブックカバーとシール作ってるんですけど、まあ、基本ジンがメインで、多肉好きとつながりたいみたいな意味で、分かりやすい記録をなんか単純にジンにしていくみたいなことをやってます。私は、これの沖縄の食をテーマにしたジンを売ってまして、ソーキそばだったり、あとは、まあ、サーダーアンパイだったり、あとは割とこのニッチ、あんまり知られてない沖縄の食をテーマにしたジンを売っています。この表紙はレンタル何もしないさんっていう方なんですけども、これは文学フリマで売りたいって思っていたので、文学フリマに関係のある方で、しかもちょっと影響力のある方 でなるべく色のついてない方がいいなと思ってレンタルさんにお願いしました。皆さんいろんなその展示の凝り方というか、うまいなと思って、でもやっぱりそこから皆さん伝えたいこととか物語が結構伝わってくるので、あ、皆さん個性が素敵だなって思います。いっぱいありました。この公開でも古いって言われるんですけど、やっぱ古いなりにやっぱり、まあ、いい良さがあるんで、まあ、それを生かしたイベントになってるのかなみたいな。個人の好きが詰まっているのがジンだと思うんですけど、直接本人からなんか届けられた時って結構なんかすごい面白くて、単純にその物とか本っていうもの以上になんかその交流がやっぱ生まれている瞬間っていっぱいあるんで、その交流っていうのをいろんな方と取ってもらいたいなって思います。